はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、また一風変わった、フィギュアではないんですけれどもね、まあサムネとかで見てもらえばわかりますと思いますけれども、こちらです。じゃじゃんと、はい、わかります？これ、はい、一番くじドラゴンボール Z ミニテーブルショー全一種ということでね、このテーブルね、すっすごい昔の一番くじなんですよね。まだ A 賞とか B 賞っていう賞がなかった時の、もう名前で賞があったっていう時の時代のやつですね。なのでミニテーブル賞、はい、こちらをね、はい、まあ中古ですけれども手に入れましたんでね、今度からドラゴンボールのね、フィギュア動画とこの上で撮ろうかなと思ってね、買ったんですけど、まあ大きさがね、多分まあこのぐらいの大きさなんだろうけど、まあ収まるかどうかだよね、フィギュアによるよね。なのでね、ちょっとねこれをねちょっと開封してどのぐらいの大きさかっていうのを見ていきましょう。はいはい、ということでね、開封させていただきましたけれども、まあ、小さいよね一番くじでもらえる賞なんでね、そんな大きくないですね。うん、だいたい手のひらと比べればこんな感じ。うん、ちょっとね広げてみようか。一応ね裏はこういう感じですね。あ、ダンボールが詰まってますね。これが多分、これどうなってんだ。複雑に絡み合っている、複雑に絡み合っている。よいしょ、よし、はい、ここにね、バードスタジオ、いや2006年、今から12年前の一番くじの景品ですね。うん、こういう感じですね。これで果たして実況できるかな。そうだな、なんか、フィギュアを用意しましょうか。ちょっとお待ちください。はい、一応ね比較用としてね、まあ背景ここ暗い、黒いっつうのもあれかもしれない、分かりづらいかもしれないけど、HG の身勝手の極日差しの極、はい、これだとね紹介しやすいね、 HG だと、うん、バッチリじゃん。背景のスーパーサイジング、いやこれいいね。 HG にはもうすげえちょうどいい。これはね、いいね、HG。あとは、まあ、造形展開値。はい、あられちゃう。傾いた。はい、あら、傾いた。うまいこといかねえ。はい、あられちゃう。造形展開値までいけるね。うん、ああこれはいけるわ。多分ね MSP とか SMSP とかグランジスタとかだと多分入りきらないかな。寝かせるって紹介するかなくらいになるね。うん、まあ、造形展開値とかこうプライズちっちゃい分、まあちっちゃいやつね、中くらいのプライズ品だったら全然紹介できるレベルですね。うん、ということで、まあ今回はねちょっとフィギュアではないんですけれども、まあ一風変わった、テーブル、うん、昔の一番くじをね、はい、まあ、皆さんもね、ぜひね、まあほとんど、まあ、中古でまあ、購入するぐらいしかないですけれどもね。うん、まあ、そんな高くはないと思いますよ。うん、ほとんど1000円とか、自分は1000円で手に入れたんでね。うん、
まあそんなもんだと思います。はい。ということでね、今回の動画以上になります。最近ね、海外の方からね、よくコメントとかいただいてるんでね、まあインターナショナルな感じになってきましたね。うん、すごくいいことです。はい。ということで、まあね、これでドラゴンボール紹介、まあちょっと本当毛が生えた程度良くなるんではないでしょうか。はい。ではね、皆さんチャンネル登録、あとね、見ていただけましたらぜひね、いいねボタン押してください。よろしくお願いします。では皆さん次回までごきげんよう。